ますね。何か気持ちが晴れるようなことでもしましょうか。え？具体的にですか？気持ちが晴れやかになるなら何でもいいですよ。アビス教団、人類を目の敵にする怪物たち。地下の情報網でも奴らの情報は滅多につかめない。少し面倒だったが、なんと。もう手がかりをつかめたのかい？そういえばさ、どう説明したら。人々の言う七神、その本質は俗世の七七星と言うべきなんだ。俗世を七つに分け、それぞれが治める。それが僕たち神と。神の責務を果たすことで神の力を蓄える。だ、君たちが王のいない自由な城を作ればいい。神団長ってば信仰深い。単に誰かさんが自由すぎて。コホン。とにかくこんなに長くモンドに戻って、今の僕は紛れもなく七神の中でも最弱だよ。そんなに。はあ、こんな風神。七国と七神の話はさておき、今回調べたアビスの魔術師の痕跡を。そいつを取り逃してはいけない。これでいい。これで間に合いますね。次は何に会えるだろうか。アビスの魔術師を倒した後、このエネルギーは、風流廃墟を知っているか。うん。モンドの、今のトワリンは、モンドの周りを封鎖する暴風のように。でも今、アビスの魔術師から散ったエネルギーを使う。その韻律は、ヒルチャールの合唱より耳障りだけど。それでも暴風の障壁を突破して、風流廃墟の内部に行くには。つまり、トワリンに正面から挑むのか。僕はいろんないが、戦いを回避したい。いや、選択肢がない。もし、トワリン大丈夫。ま、ん？ウェンティ殿。つまり、天空のライアーは切り、本当の切り札は、旅人。旅人が？
そうだよ。でも君はもっと貴重、涙の結晶にあった。だから金融野郎、それは危ないだろ。トワリンが激怒した時のことを思い出してみろ。動く前にトワリンに食われるぞ。ふん、面白い。私も共に行くぞ。敵はアビスの怪物と竜。人間にだって人間の本気がある。よし、英雄の紙片もいよいよ決戦のショーだ。僕に任せ。今は普通のライヤーしかないけど、これくらいの風の障壁なら天下。どうも、軍師じゃねえ。敵襲だ、全員せん。ああ、演奏の前にまずはお掃除からだね。普通こういう雑用は詩人がやることじゃないんだけど。しかしどういうことだ。風流廃墟の周りにヒルチャールの巣などなかったはずだ。やっやっだっ、助けが必要な方がいるはずです。ふう、ヒルチャール、普通ここにいたらアビス教団が裏で手を回したんだろう。僕たちの行動を阻止する。じゃ、さす、今回の観客は風だけだし。わっ、本当に進めるようになった。ここからが本当の風流廃墟。みんな気を。この雰囲気は利用。うん、回り道になるけど。うん、回り道になるけど。この廃墟にアビスの魔術師が隠れてたりしないよな。
相手を甘く見ない方がいい。あ、いや、これは別に自分の腕を自慢したいわけじゃない。あいつらには予想外の手が残されているかもしれないという意味だ。そうだね。だから僕も君たちと共に行動すると決めたよ。君たちの安全のためにもね。はあ、僕ってばほんと真面目すぎ。詩人には向いてないよ。竜の涙探しには全然参加しなかった上、ずっと酒場にこもって酒を飲んでたくせに。どこが真面目なんだよ。嘘つくな。岩の重さは安心できます。助けが必要な方がいるはずです。失礼しました。間に合いますね。これで間に合いますね。ほら、あそこ見てみろ。雰囲気がある。上まで行けるかもしれないな。これ以上はいけないね。この遺跡には古い、これもと違うよ。この廃墟は古代都市で、廃墟自体四風守護の時代より門戸は王のいない都市だったけど、ある暴君が、うん、機会があったら君たち、僕の知る考古学の知識からすると動向装置が鍵になるはずだ。散らばった全てのパーツを元に戻せば、見たところ動向の儀式が、まずはパーツを設置してまた、きちんとしまっておこう。の解除方法は合ってるみたいだね。この塔にはまだ、つまりあと3つ動向装置を、ここから1つは見えるが、
残りはきっと廃墟の内部。このとこんな装置と封印だらけのところに住んでて、人みたいに歩くので、お前私はモンドの飛行チャンピオンなんだから。Thank you.
しませんと。パキンと。やっ。ん？ん？ん？騎士の風格に気をつけます。えっ。やっ！はっ！はっ！えっ！やっ！やっ！よい！この重さは安心できます。やっ！やっ！はっ！やっ！さあ！うっ！やっ！うっ！これで間に合いますね。やっ！必要な方がいるはずです。間に合いますね。綺麗にしませんと。早く投降しなさい。メイドの礼儀に気をつけます。
重さは安心できます。私を必要とされる限り、いつまでもそばでお仕えいたします。この全てが終わったら、今日の出来事を歌にしようと思う。うん、きっとこの歌はヴァネッサの物語のように、モンドの人々に。あの歌は、では栄誉騎士、今日の調子はどうだ？私は最高の状態を整えてきた。きっとみんなの力にな。そういえばディルク、最初は巻き込まれただけの、秘密を共有してくれた君たちに僕は信頼を返しただけだ。そしてジン団長の理由は責任かな。で、自由だよ。自由？君たちがモンドに来た時、モンドは自由の都だって誰かに言われな。あの子も自由人だよね。モンドは王の統治がないロマン、そしてモンドの人々だから。かつてモンドを守った竜も、この都市が君を裏切ったと彼に、このと彼にはジフェンティ。では旅人、モンド千年の風が、僕は前回と同じように君に風元素の力を導くよ。なるほどな、道理です。見て、トワリンの体に光っているところが2箇所あるでしょ。あれが傷口に固まった毒血だよ。アビス教団は傷口に呪いをかけてトワリンの精神を腐食させたんだ。トワリンを助けるには、まず紫色の凝結をきれいにしないと。なるべく光っている箇所を狙って破壊しよう。トワリンは距離を取った。でも彼の考えは読めてるから、もう少し我慢して
その魔弾から純粋な風元素を抽出して凝固させたんだ。それらを砕くと加速の輪が形成される。ただ現れる位置はコントロールできないから、君がちゃんと見極めてね。固まった風球を砕くと加速の輪を作れるんだ。これほどの数の魔弾の中で少し難しいのはわかるけど、これしか方法がないことを分かってくれ。トワリンと対等に戦える。世界一の資源も加勢するからね。でも一つだけ言っておく、トワリンの牙と爪はかなり鋭い。数百年手入れされていなくても危険だから注意して。よいしょ。首の汚れた血の塊だよ。
終点のフィナーレだ。トワリンのネーミングセンスって変わってるな。今僕がつけたんだ。おい、まあとにかく封印を使って足場のひびを回避しよう。ひびから湧いてくるエネルギーはとても熱いから気をつけて。狙いは首の汚れた血の塊だよ。一緒に飛ぶのは久しぶりだね、トワリ。先ほど、なぜ昔のように我に守れと命令しなかった。君にアビスの言いなりになってほしくなかった。でもだからといって僕の命令に従ってほしいわけでもない。神に命じられた自由はある意味不自由だろ。風神眷属の力か。しかし我はもう四風守護ではない。肩書きがなくても君は僕たちを守ってくれたじゃないか。これからは僕の祝福とともにもっと自由に飛ぶといい。モンドの流祭はこれで一件落着だ。私は騎士団を代表して市民たちの誤解を解き、事件が解決したことを知らせる。しかし風魔竜が前触れもなくモンドを襲い、その後行方をくらませたことはきっと市民たちの心に多くの疑問と不安を残すだろう。ううん、大丈夫。風向きは変わるものだからね。いつかそれも光さす方へと吹いてくれるはずだよ。やっと栄誉騎士の凱旋だね。ヒヒこいつと一緒にトワリンとじゃれ合って。でも昨日帰ってくるはずじゃなかったの？ジンさんが一足先に帰ってきて。ああ、いつか私もそんな大舞台に立てたらいいな。ううん、今回の件が無事片付いたのは、最初にあんたたちをモンドに連れてきたのも。ふふん、礼なんていらないぞ。今回の任務は遠征とはまた違ってて、そう余裕はないんだ。後片付け？うん。ジンさんがいない間に、幸い前々からヒルチャールの動向。あ、覚えてるぞ。そうそう。ああいった準備を怠ってたら、今頃も、でもなんだかおかしい。ヒルチャールに総攻撃を仕掛けるような指揮能力はないは、だから今回の件は、アビス教団が裏で糸を引いてると思うの。あいつらがヒルチャールを操ったってこと？もしかしたらね。偵察騎士としてごめんね、せっかく帰ってきた。そうだ、人参とお肉のハニーソテーをご馳走するって約束してたよね。今まで流祭のせいで行けなかったし、今回の勝利をお祝いしておご。やったー、アンバーが忘れててもオイラは忘れてなかった。私も人参とお肉のハニーソテーを久しく食べられて、鹿狩りで待ってて。ここの片付けが終わったらすぐ行くから。
ついに来た危機よ、災難よ。冒険者協会はとうとう猫や犬さ、若者よ、さあ冒険者協会に入ろう。こんな時、流災が集結した。風魔流よ、なぜもう少し耐えて。ありがとうな。流災の影響でいくつかの輸送ルートが封鎖されてね、食料や果物、お酒を飲めない日々だ。あ、早く輸送ルートが復…見てらっしゃい、見たことのないものがあるよ。あれが四風守護の一柱、トワリン様だったな。不幸中の幸いですが、私たちと東風の竜、今回はあなたたちのおかげで助かり、ゼピロス騎士団がいてくれれば。最近ますます賑やかになってきましたね。いらっしゃい。あ、はあ、釣れないな。親友の俺を無視する気か。ほう、俺の熱い気持ちに応えてくれると、モンドの新たな英雄が目の前にいると思うと、騎士として。ガイアがまた適当に褒めてる。俺が言ったことは本心だぜ。頭ん中を整理したくてな。他の騎士は後片付けしてるってよ。考えるっていうのも大変な仕事だ。ほー、アビス教、流災でジンがモンドにいなかった。もしお前がアビス教団のものなら、こんな絶好のチャンスにヒルチャールだけを置く。真相を見極めるため俺は、ま、それにお前たちが風流廃墟で激しい戦いを繰り、城内に不審者がいたんだよ。モンドの城内。ああ。だから城に残った、あの手この手で、その情報っていうのが、アビス教団を、トワリンをあんな風に戦いの道具とさせたのも、あの手この手って、その統治者はアビス教団の魔物に。まあ、情報共有はここまでにしておこう。一緒に戦わなかったことを怒ってるんだろうな。ガイア先輩に逃げられた。やっぱ後ろめたいんだ。そうなの？あの話術に騙されたんじゃな。まあ、あの人のことは置いといて。サラさん！忍者。流災も落ち着いたけど、あんた多分モンドを離れて七国を旅しながら彼の家族の手がかりを探すか。そっか、じゃあしばらく会えなくなるんだね。大丈夫、どこだろうとも風が届く場所であれば、あんたはセピロス騎士団の戦友で。うん、モンドはいつでも関係早く旅。当然だよ。料理の腕にはあまり自信。あ、そうだ。ジンさんが大聖堂で待ってる。
こちらは教会から天空のライアーを回収しに来た祈祷牧師の風神のご加護があらんこと、代理団長と皆さんモンドを守ってくれて平和に解決できてよかった。本当に風魔竜と戦うことになっていたらどうなっていたことか。ああ、これでファデュイも口出しできなくなった。こんな風になってセピロス騎士団に圧力をかける理由を失ったからな。スネージナヤが横暴だというイメージを植え付けた。はいはい、それで天空のライアーを。代理団長の担保も無限じゃないわ。も、持ってきたけど、ちょっと。貸し出し料とかは必要ない。その、いやー、天空のライアーが、バルバドス様、バーバラは一生かけて謝罪をしても足りないわよ。はあ、いいや、天空のライアーを僕に貸して。どう直したかはわからないけど、天空のライアーはもう貸せないわ。さて、逃げようか。僕が天空のライアーを修復する現実、いや魔法、 100% 完全無欠じゃないからね。何？お、金融野郎、おい逃げるな。使ってよかったわ。木の杭や米の袋に噛みついてモンドに迷惑をかけたんじゃない？それはハムスターじゃなくてネズミだと。今はあんたの話なんてどうでもいいの、無礼な吟遊詩人。統率を諦めたモンドのために今はこの程度なのね。君が僕を嘲笑えるのはその主人から借りた力のおかげかな。口先ばかり。ああ、これが神の心。集めているチェスの駒とは程遠いわね。それは多分君にセンスがないからだと思うよ。神の心を手に入れたもの、行きましょう。騎士団が来る前に証拠を残さないようにね。あ、栄誉騎士、目が覚めたんだね。状態をあなたたちが大聖堂の外で倒れていること、あの詩人は先に目が覚めてね、こんな感情は初めて。彼はこれが普通だよって言いながら出て行った。どこに行ったんだ？モンドの英雄の象徴、彼を止めようとしたけど、ジン団長が行かせてやってくれって言うから。なんだか変。確かウェンディは前にあの木の下で木、風神と風立ちの地のつながりが理由だろうな。
木々の隙間から流れる風は心地よく。前回の僕も同じようなこと言ってたよね。はぁ、あ。一般人に話せる内容じゃないんだけどね。君も知ってると思うけど、神の目はごくわずかな人しか持てない。実はね、神の目の所有者はみんな神になる資格を持っているんだ。原神？それは本当の神しか知らない秘密だ。その代わり、神の魔力機関は天空の島と共鳴して繋がっている。それがただの光るガラス玉だよ。不要な疑いを避けるためのね。じゃあさ、さっき会ってすぐオイラを吹っ飛ばして。彼女はシニョーラ、ファデュイ11人の執行官の第8位、コードネーム宿女だよ。ファデュイの執行官はみんな彼女のようにスネージュナヤの助行によって神のような権力を与えられ、凡人を超えた力。スネージナヤの助行？うん、七神の一柱、スネージナヤパレスに鎮座する氷の助行。七神間の関係は全員仲がいいわけではないけど、まさか、500年前の彼女を僕は知ってるけど、今の彼女はよく。500年前のとある大きな災害の後、でも氷の神とファデュイのことは、七神を全員探すとなると、まずはモンドの隣国に行くといい。あそこの岩の神は僕と違って、自らリーユへ全域を治めてるから。彼は年に一度だけ、公の場に降臨して神託を下し、リーユへの新たな一年の経営方針を。それでも、その仕事の頻度は誰かさんより上だな。とにかく、今年のゲーセン儀式はもうすぐ始まるみたいだ。はあ？そんな大事なことをなんで早く言わな。待って、風を捕まえる異邦人。そうだよ、旅人。君が再び旅に出た時、旅そのものの意味を忘れないでほしい。テイワットの鳥、歌と城、助行、ファデュイ、終点は全てを意味するわけではない。終点にたどり着く前、君の目でこの世界を観察するといい。うん、風神の忠告はここまで。ここから先はウェンティの時間だ。僕に聞きたいことがあったら今聞いておくれ。僕は銀融詩人だからね、ずっと同じ場所にはとどまらないよ。ん？ガイアが。なるほど。アビス教団の姫というトワリンをアビス教団の戦いの道具にするつもりだったのかな。でもアビス教団、僕もそうだと。でもその最近になって出てきた姫は。僕に聞きたいことがあったら今。じゃあ早くリーユへに行くといい。